さあ、マサズチャンネル始まりました、今日はですね、今日はなんと、はい、来ました超合金、揚田幸三さんとね、はいはい、なんだ死ぬまでローキック、コヒちゃんがねはい、というね、うごつけ、俺と対戦した時、ローキック対決とか飛び立つ使ってやろう、ずるいなずるいななんだあれあれはですね痛かったよ、気づいたら控え室でしたよコヒはどうして来たの？こっからいきなり来たね。いやコヒがなどういう感じで行きたいのかって全然見えない。回ってるでしょ。全然見えない。何も考えてないでしょ実際。実はね、考えてるようで考えてない。考えてねえじゃんやっぱり人生楽しくが僕のテーマですから今。なるほど。最近楽しそうだもんね。そう、ちょっとおっさん、ね、老人っぽくなったけど、え、本当そうですよ。老人、いやでもそれは俺もそうだよね。まあ楽しい、人生楽しくやるっていうのは。そうなんですよ。人と仲良く。だから今日のあの、ほらね、あれ楽しくなかったですよ。3人に会えたのにさ、2人に会えたのにですよ。ちょっとあの、暗い話ね。質問がね。暗い話がちょっとね、僕嫌いなんですよ。いや、コシさんだったらね、今の SNS あったら結構言われますよね、とか言って。そんなことから来るんだって。K1 のベルトがを取ったんだよね。その、まさか取ったら。さっきも言ってたけど、必ず強いやつのところにトーナメントの方程式で強いやつが勝つ、うん、俺も全く同じ感じで。どういう意見ですか？全く同じ、はい、でベルトは必ず一番欲しがってるやつのところに必ず行くんです。欲しがってるやつで、まあ、今振り返ってみるとやっぱり K1 ってどっかゲストだったの、ね、俺が。だからいや、あの時は俺の中で俺は本気でやってたつもりなんだけど、でもやっぱどっかね、ゲストのお客さんの中に、そう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 、だからあの人生の10割をかけてなかったかもしれない。なるほど。だからあのムエタイやって K1 やってムエタイやって K1、 だから次の人生も何を目指そうかって明確なちゃんとビジョンがないと引退した時、だからそれは早い段階でもうゴールちゃんと決めないといけないんだろうなっていうのはすごく。いやでも、今決まってるんですか？まあまあ、いやまあもちろんその選手育成なんですけど、俺らってほらあのたまたまさ、そのそれなりに格闘技で結果残り出してるね、うん、でその後格闘技に携わりながら生きていけてるでしょ。でも格闘技なんてもう30 前後で大体みんな終わっていくわけじゃない。だから今子供たちの教育始めたんですけど、本当に格闘技の前に人間教育をすごく、人にどうやって言ったら愛されるかっていうことをすごく教えて、人にどうやったら愛されると思いますか？今までね、僕人生への理念が法恩だったんですよ。法恩？法恩。恩に報い。今まで、ね、はいはい、なんかもらったものに俺らってずっとしてもらってきてるね。もちろん自分の努力があるからこそしてもらうんだけど、やっぱり引退していろいろ経験して考えるのって、もう愛されるには貢献しかない。貢献っていうところに行きましたかね。ああ、愛されるね。貢献。じゃあもうあれですよね。あります。YouTube 始めたら何でしょう？貢献番組 YouTube 始められる？ YouTube 始められるんですよ。誰だ？第1回はあれです。この3人でスパイブすでドアカオ選手がやってたんでね、ちょっとどうなるか。これと佐藤さんともやってましたしね。佐藤ね、ぼっこりやられたもんね。そうですね。あれって、うん、どうあれっていきなりそんな一応エキシビジョンだったのにいきなり言ったけど、もう本気で、もう最初からなんかこうブラッカーの顔つきが試合前から、なんかいつもと違う雰囲気で、ブラッカーはしてますかなみたいな。
もうそういう、もう最初からスイッチ入って、もう前日、もう 2,3 日前から。佐藤君、たまったもんじゃないですね。でも、医薬金もらったって。あ、そうですか。武田さんの細い目がさらに細くなったんですけど。やめろ。やめろ。細い目が。もう多分何も見えてないと思う。あの左目が見えない老眼って最悪ですから。本当にもう本当に本当にいろんなものに日常生活に障害が出てくる。とにかく後遺症はないですかお二人とも。もう全然。いいな。小彦はここないですね。もう左の方だけ。ちょっとありますね。外れて外れやすい、外れやすいとか、もう外れて手術2回してます。左から服出ないですから。あ、そう。鍵盤のこの鍵盤のやつダメ。そうダメです。まあ、全くない。全くないな。なんであいつ。俺の分も言って。なんであいつ。顔もいい、顔もかっこいいしね。かっこよくねえよ。顔もかっこいいし困っちゃうな。ごめんね。何チャンネルだろ。ごめんね、小僧。わー、出た。あれ、まさか40いくつでしたっけ。44。僕が小6の時、小1ですよ。本当に、まだ投稿班で本当、一番後ろだからな。俺が投稿班で先頭だった時、一番後ろだからな。違う、一番後ろじゃない。違う、前。1年生だから、6年生の、こうやって手つないでもらってる立場だからな。まあね、本当だよ。40何年前はね。そうだよ。な、何戦ですか、マスター。63戦、うん、何戦やろ。覚えてないんですけど。一緒ぐらいですよ、多分マスターと。63戦だったかな。ちょっと一緒じゃん。本当適当だよね。ちょっと待って、ね、これウィキペディアで自分の見てるの。ウィキペディア62です。62。あ、ほぼ一緒だ。おい、高田さんは。僕72。同じぐらい、同じぐらい。あ、これでも僕のジムに来てもらって言いましたけど、芝居だったら本当判定で言ったら 100-0 で僕勝ってますからね、言っておきますけど。いやいやいや、芝居本当ひどい。いやいや、言っとくけど、あ、今度ね、3月の31日かな、公開、ネメシス。俺出てるからね、殺し屋で。それ見て、武田さん。何役ですか。殺し屋。ネメシス。喋んないです。喋んないですでしょ、どうせ。喋んないですでしょ。僕は見たことない。いや、いいから黙ってみろって、構造。その、ちょっと動きがあるやつでしょ。動きがあって、喋んないですでしょ。いいから黙ってみろって。この辺でもちょっと見れますよ。どういうことですか。出ていいですか。あ、チェックしよう。100巻やるからね、100巻。で、100巻ってなったか。日本全国100巻をロードショ ー、うん、ちょっと待ってください。僕も今レジェンド&バタフライ出てますよ。じゃあこれはさ、視聴者にさ、どっちの役が良かったか判定してもらうよ。視聴者に判定してもらう。どれぐらい出てるんですか、マスさんどれぐらい出てるんですか。なかなかなあれですよ。何秒ぐらい、何秒ぐらい見ました。何秒とかじゃないし。見ました。だいぶ撮影行かれました。いや、もう一回行ってない。いや、僕は撮影めちゃめちゃ行きましたよ。山形行ったり、京都行ったり、ええ、ましたよ。これは作品見て、作品見て、多分ね、構造、嫉妬するよ。うぜえな。構造、俺に嫉妬するよ。うぜえな、本当に。本当に。ねえ、あれ、武田さん、ハーレー乗ってないの。ハーレー、僕ね、引退して、2009年に引退して、すぐ買ったんですけど、うん、あ、これだ、見ましたよ、ハーレー。だもう俺もう今月もう来るんですよ。あ、いいですね。ツーリング行きましょう。もう一回買って、うん、買ってくれよ。買ってよ。あ、売っちゃったの。売っちゃった。買おうかな、じゃあ。買ってよ。3人で乗りたいですね。じゃあ、じゃあ来いよ、俺の後ろに。大型持ってるんですか。来い、スクーターでいいやつ。大型持ってるんですか。落ちで。大型取りますよ、だから。ね、でもハーレー企画で俺ちょっと一個やりたいのが、うん、いついつじゃあお台場大黒府と何時に行きますか、何人来てくれるかなみたいな。あ、うん、でさ、ところどころにさ、休憩ポイントに構造さん待ってもらってて、ローキックしてもらうわけよ。ハーレーには乗らないんですよ。乗らないけど。ローキックです。なぜかコーヒーの飛び膝蹴りとか食らっちゃうわけよ。
マンダラでもないんだ。マンダラだよ。あ、じゃあミサトパーキングまで行くから。ありますよ。ミサトパーキングまで行くから。ちょうど今娘と息子が高2、高3、高2、高2中に、高2中にで、もう受験で、本当びっくりしますよ。うちも私立行かしてるんですけど、大学受験？大学受験とそのあれで医療系に行くっていう、何千万ですよね。すごいですね。それってなんで医療系行くか知ってる？娘？息子？娘。なんで行くか知ってる？どういうことでしょう。お父さんが怪我だらけだから。ちっちゃい頃に見てるから、お父さんの、いや、ちっちゃい頃にお父さんの怪我を私が治してあげるわって医療系に行こうって決意したわけよ。絶対そうだよ、本当に。子供ってそういう、こう、お父さんかわいそう、骨折しちゃって、絶対私が大きくなったら治してあげるって。それはもうね、やるしかないよね。何を？お金払ってあげるしかないよね。それも払うと。それやることじゃん、親の。でも意外にそういうのあるの、本当に、本当にあるんだって。多分そうだと思うね。本当に。多分あのピンとこない。じいさんになった じいさんになった頃言われてですよ。なんで私がね医療系医者になったと思うお父さん。本当だな。って言われると思うよ多分。息子は中2になった人格闘技とサッカーを両立しながら。キック。まあ、自分のジムで、はい、でも無理強いはできないので、うん、自分で決めろっていう。その分かんないけど息子がまあ多分スパーリングやるじゃないですか、はい、殴られる時もあるじゃないですか、はい、その感じどうなんですか。たまんないですね。どうたまらない。嬉しいか殴られたと思うか。嬉しくはないですよ。やっぱりすごい失敗です。あ、やっぱり他の同乗生もいますし、で他の同乗生が殴られるのもすごい心配ですし、ああだからうちの息子が殴られてもあえてそこまで心配しないです。でも本当は心配でしょ。もちろん。でも他の選手より心配しないです。え、自分でやらせたんですか。いや、やりたいっていう。自分がやりたいと言った。格闘技だけはね、その無理強いは絶対できないので命がかかる。まあ、もちろん他の子供と全く本当心の中で全く平等ですけど、やっぱりたまに親心出ちゃうので心配にはなりますけど、でも他の子より扱いは雑です。あえてね、はい、雑じゃないと。あえて。うちの息子はまだ4歳だからかわいい。あ、ちょっと無理だ、嫌だなと思うけど、その息子は殴られて眼下底骨折とか鼻折れたりしたら嫌だなって今思うわけですよ、はい、絶対やらせたくないわけですよ、はい、それがやっぱ18歳だったら多分その可愛いは薄れてんだろうなみたいな、うん、うち中2ですけどだいぶ男になってきた。14歳、13歳だいぶ男になりましたね、うん、親の最大の役目は自立して生きていかせることが最大の役目なんで、うん、彼が選んだ人生を100% もう肯定して応援するのが親の役目なんで、もし格闘技を選びたいって言ったらもう全力で応援して骨を拾うじゃないですけど、はい、でもできればお母さんからするとあんまできればそっちには行ってほしくないと思う。絶対行ってほしくないと思います、ね、旦那の心配して息子の心配して、あ、どうします。いや、そう言われて自分の親と一緒だなみたいな、はい、あ、俺の親もそうしたなみたいな。まあ、やるって決めたら しょうがないな。応援するしかないんですよね。しょうがないな。いや、だけどだからそこでやると言わない道筋をちっちゃい時から立てようっていうのは僕の考えだから。ああ、もう見向きもしないよみたいな。あ、してるって、してる、してるでしょ。まあ、もうしてるしてる。バサトの息子だよ。確かにしてる、確かにしてるのはあるかなっていう。血は争えない。血は争えない。いい話だったね。今日一番と。コヒはいないことになってるよね。うん、寝てましたあ。ということで、なかなかね、今日ね、最初はどうなるかと思いきやね。何の話しちゃった。最後、武田耕造さんのいい話をね、ちょっとなんか先輩な感じしたね。先輩だよ。あ、先輩だね。ということで、今度武田耕造さん YouTube チャンネル始めるらしいんで、なんていうんですか、耕造のローキック一本堂とか、そういうこと、それ題名。本当に
本当に僕のことをね、軽んじてる人今まだ決まってない、だいぶ決まってない、あ、近々やるというね、さよなら、そうなんですかね、あ、そうだ、電話交換しましょうよ、そうだ、そうだ、そうだ、だから、だからじゃないですか、連絡出ないですよ、あ、拒否してる、これ完全に僕の携帯が拒否してる、江田さん、あ、来た、あら、かわいい